どうも、マックスです。9.8 リミットブレイク、終わりましたじゃなくて、やっと見ました。なんとかね、追いついていこうと思って見てるんですけど、いや、うん、そこまでやるかリミットブレイク。個人的にはそうだったような気がします。いや、もう書いてますようにね、こう、なんだろうな、能力値のすべてを解放してもいいんだよ、的な。ね、プロレスがこう真剣勝負だけじゃないっていうのはもう皆さん分かってる中で、いやでもこれを受け切る、これを出し切るっていう、その極限どこまでいけるのっていう、なんかそんな大会だったような気がしますね。まあその全部が全部じゃないんですけどね。そして大和田優選手が新たなステージでの戦いに突入していったような気もしますし、藤田石川対決、大迫力でした。さあ、まあちょっと五択は最後に並べるとして、まあ超簡単ではありますけど見ていきましょう。第一試合、興梠選手 DDT ですねと大原はじめ選手。まああえてこう最初読めなかったんでですね、振り仮名打ってみましたっていう。いや、興梠選手いいですね。バックボーンで空手だとかいろんなねスポーツ経験あるんらしいです。で、あんまりね DDT 見てないので申し訳ないんですけど、まず何より体の出来がすごくいいですよね。そして試合が始まってですね、こう手の取り方とか体の使い方、その無駄のなさっていうところ、なんだろうなと思って調べてみたら、秋山純選手がもう直々にコーチしてるんですよね。いや、いい選手だなと思いました。試合こそ途中から大原はじめ選手がペース握るんですけど、この序盤のやり取り、もうそれだけでこう目がぐぐっと引き寄せられちゃったように思います。まあ、最後は大原はじめ選手がムイビエンとこう流れの中でね、取ってはいきましたけど、いや、興梠選手が能力解放したらどうなるんだろうなっていう、そんな気もちょっとしました。今どれぐらいのね、何がっていうのはちょっと分かんないんですけど、いや、これからもっともっと見てみたい選手だなと思いました。そして第2試合がブラックメンソーレ VS ザ・リーブマスク。まあメンソーレ選手のこの入場のねテーマがついつい耳に入っちゃうというか、まあリミットブレイクの中で結構重宝されてますよね。で、まあなんだろうな、全日本プロレス時代の悪役紹介のような、なんかそんな位置づけですかね。まあこれはこれで大事。そしてリーブマスク、まあいろんなリーブマスクさんがいらっしゃるっぽいですけど、この日のリーブマスクさんはどっかで聞いた声、どっかで見たボディ、そしてどっかで見た走り方でしたね。まあこの試合はいいでしょう。リーブマスクさんがしっかり取りましたなんですけど、まあその観客席でのやり取りがね、メンソール選手非常に面白いんで、まあこれはこれで良かったかなと思います。第3試合、藤村海、木下康平 VS DDT 遠藤哲也イーノ。この遠藤選手とイーノ選手っていうのはもうちょっと定番になってきました。まあ、DDT でバーニングを名乗るね。ただまあその面白いテイストもこう見せつつの、受けも見せつつのだし、何がいいのかなって見てると、遠藤選手や飯野選手っていうのはその試合のテーマがすごく分かってるような気がします。でこの試合で言うと、まあ遠藤飯野、やっぱり DDT ではこうキャリアのあるね、やっぱりステータスのある選手です。でそれに対して木下選手、ラブプロレスから今回参戦、どこまで爪痕を残せんのっていうところもそうだし、このリミットブレイクに出てきた限りはファンはどこまで受けられんのっていうこともやっぱり見てたのかなと思います。であと藤村海選手は当然ここの中ではご本人はですね、俺はここのメンツの中で練習量では絶対引きを取らねえ、基礎技術で絶対引きを取らねえと思って臨んだはずです。いや、そうでないとおかしいかな。でまあ DDT タッグの方がやっぱり格上っていうところはあるんでしょうけど、木下選手がこうなんていうのかな、序盤の攻撃
そしてカットシーン、まあ主にはそういったところで見せていったかなというふうに思いました。序盤の攻防良かったですよ。でただ中盤で E の選手に対してパワーでこうやられる、打撃、遠藤選手のね、攻撃も含めてですけど、まあそれを食らった時にやっぱりだいぶためらってたようなシーンはありましたね。ただまあよく耐えたなと思いました。そして藤村海選手が攻め込まれるシーンでカットに入る木下選手が、まあそういうカットプレーを通じて見せたかなというふうにも思います。藤村選手は良かったんじゃないですか。取られはしましたけどね、最後遠藤選手に。ただ基礎技術とか体力とか、こう打撃を受けた時のこの受けの強さとか、そこではしっかりファンには刻まれたんじゃないかなというふうに思いました。藤村選手にとってみてもこのリミットブレイク、いい舞台かもしれないですよね。そしてここで休憩が挟まって第4試合が藤田和幸、大和田優 VS 大巨人石川修司と吉立ワールドフェイマス、こうきました。いや、いきなりテイストがググンと、こっからはちょっと上級者向けよみたいな、そういうね場の空気感になったんですけど、まあ大和田優選手が石川修司選手に対してどこまでやれんのとか、まあ、あるいは吉田選手に対してどこまでやれるのっていう、まあ、今までもないわけではなかったですけど、この間のノア本戦から見てて思うんですけど、大和田優選手がちょっと格上の大きな選手、まあ、そういった選手とどこまでこうやり合えるか、受けられるか、まあ、そんなことが次こう戦いのステージとか成長のステージとして与えられてるなっていうふうに勝手に感じてます。いや、まあそれにしても石川修司選手のあの規格外の大きさ、反則っすよね。大和田優選手が攻撃して追撃でコーナーポストに上がった時に、石川修司選手のあの左のラリアット場外に叩き落とされるっていうね、あれはすごかったですね。そして吉田選手はじっくりと向き合いながらも、こう一発一発の重さのある攻撃、そして逆エビ固めで絞り上げていきます。石川修司選手のとんでもない攻撃を大和田優選手が受け続けるんですけど、まあ、それをなんとか耐えて石川修司選手をボディスラムに叩きつけようと、持ち上げようとする、もうそれだけで場内興奮します。そしてそれに対して藤田選手の猛撃、ついには大和田優選手が十分ではないですけど石川修司選手を投げるっていうね、そういうシーンがありました。これで場内沸騰。いや、こういうシンプルなんですけど、そこに行く反撃っていうので、あれだけ場内沸くっていうのはとってもいいなと思いました。その後に来た藤田選手と石川修司選手の応酬、見応えありましたよね。その大和田優選手のボディスラムを受けて、藤田選手がやはりこう石川修司選手持ち上げてボディスラムと、これで場内ドッと沸くと思ったら、今度は石川修司選手がコーナーに上がった藤田選手を投げると、もうお互いボディスラムなんですけど、もう全然それだけでも湧くっていう、こういったあたりすごいいいなと思いました。でそっからはそうですね、吉立選手に藤田選手と大和田優選手が合体攻撃。ただ今度は大和田優選手がもう吉田選手、石川修司選手のカワルガールのこのボディへのニーリフトを食らいまくる。でカットに入る藤田選手を石川選手がラリアットになぎ倒すんですけど、あ、カットに入った藤田選手が石川修司選手をですね、ラリアットでなぎ倒すというか、こう胸あたりにバツッと当ててなぎ倒すんですけど、それに対する石川修司選手の藤田選手のあのバックドロップ、いやすごい角度でしたね。大和田優選手にも見舞いましたし、藤田選手にも本当に同じぐらいの角度で投げ切ってた。いやこれはすごいな。で吉田選手が、散々煽る、それに対して大和田優選手がなんとかこうやり返す。で大和田優選手攻め込まれるんですよ。途中途中こうドロップキックで攻め返したりするんですけど、吉田選手がほら決めるぞとラスト2分ぐらいから
なんとか決めにかかる。そして肩固めの要領でググッと締めてですね、腕をこうグッと反り上げるような格好になるんですけど、なんとか大和田優選手がタイムアップまで粘り切ったっていう。大和田優選手がめちゃくちゃ反撃できてたわけじゃないですけど、ここぞというところであのボディスラムに出られたりとかね、あれでまた観客を沸かせられるっていうところもなかなかナイスだなと思いました。そして石川修司、藤田和幸、試合後ちょっとねマイク聞き取り 音声悪かったですけど、シングルだと、まあ藤田選手ほぼ無言でしたけど、まあこれはほぼ確定なんでしょうね。いや、まあそういう意味でこれ生き残りをかけた戦いになっちゃうんじゃないですか。これシングルで決着ついちゃうと、石川修司選手が勝てば藤田選手のこの年バリューがやっぱ落ちちゃうでしょうし、今度藤田選手が見せれば、まあ石川修司選手にとってみてまだチャンスあるのかもしれないですけど、いやでもどうでしょう、石川修司選手の勢いがすごいな、ただ藤田選手も負けてられねえみたいな格好もありますし、終わった後大和田優選手にねこう若手選手と一緒にこう肩を貸してこう帰ってるあたり、ノアファンは心情的に藤田和幸選手を応援するんじゃないですかね。いやこれはどうなるか見物になってきました。そして第5試合、なんと60分3本勝負は DDT から秋山純、那谷選手、松永選手、そして道頓堀プロレスから春時選手、それに対してもうここはチームノアですね、塩崎豪、モハメドヨネ、斉藤明俊、小峠敦史。今ひろきさんがねちょっとうーん難しいお怪我で、長期離脱になっちゃうのかな、なってるんですよ。まあでもねきっとこのリミットブレイク、チームノアの戦いに帰ってきたいと言ってるんで、まあ、ここは目いっぱい声援したいなと思うんですけど、いや序盤から春時選手のこの塩崎豪選手の突っかけ感がすごかったですよね。豪選手最初は小峠選手にね、あ自分が出ますみたいな感じで抑えられてたんですけど、それを豪さんがシュッと、で春時選手がどうですかね、序盤の攻防良かったですし、ロープに振ろうと見せかけて首投げに行くシーンにすら郷さんスッと対応してたんで、かなりコンディションは良さそうに見えました。足のね太ももの太さも増してるような気がしましたし、でその春時選手の攻撃突っかけに対して、場外に出ての塩崎郷さんの倍返し、この雰囲気も良かったです。ただまあそこまではまあ素直にこう試合を見てたんですけど、ただこっからがもう応酬ですよ。で斉藤選手がまあ途中でね春時選手をもう倍返しというか、よくも塩崎豪にその生意気なことやってくれたなみたいな感じで叩き潰す、ああじゃあまあこれは春時選手取られるのかなと思ったら、なんとなんとその後塩崎豪選手の攻防になって、腕をこう決めた状態でね後ろからこう投げ、近藤修司さんのランセルスに近いような、ランセルスじゃないな、この髪を掴んでね投げるのに近いような、この腕をクロスさせて投げる、あれね豪さんの肘が逆にすごい決まっちゃって、あれ結構痛かったんじゃないかなと思うんですけど、ただまあこの1本目終わるまでがものすごい攻防なんですよ。那谷選手は能力というか、あの巨体をねぶつけていいんだっていう感じだし、増永選手も楽しいファイトほぼ封印でもうガンガンぶつかっていきます。でそれをこう司令塔のごとくどんどん動かしてる秋山純選手、途中小峠敦史が出てきて、その小峠敦史をこう倍返しにして増永選手につないだりとかですね、いやただどん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 1本目まだ決まらないのにどんどん激しくなっていく、モハメドヨネと那谷選手がぶつかり合うシーンも那谷選手何の迷いもなかったですし、松永選手はもう斉藤選手に対してもう間もなく引退するんだっていうのに対してもう全然情け容赦もなかったです。それはもう秋山純選手も一緒で、話を戻すとこの、ね、クロスした状態担ぎ上げて、これでなんと春徳選手が塩崎豪選手から3カウント取っちゃったっていう、ただまあそれも場内すごく意外感も含めてわっと湧きましたけど、
いやでも3あるんじゃないのっていう空気感ですよね。で腕を押さえてうずくまってる状態からもう2本目始まっちゃって、ハルトク選手がまた同じ技でもうすぐ2本目取りに行くんですけど、まあそれに対してゴーさんがさすがにやり返していくっていうね、攻防になりました。でナヤ選手がまあこのリミットブレイクのキーマンは多分ねヒゲつけたねこの小峠敦史選手だと思うんですよ。秋山純に前突っかかってったり、怖いモード真剣モードの小峠敦史はこんだけやるんだぜっていう、まあ、それが隠れキーワードよりねこうリミットブレイク思うんですけど、その小峠敦史をもう体力で嘲笑うかのようにナヤ選手が攻めていくっていう、そしてそれが秋山純選手につながると さっき言った前永田裕二秋山純対小峠敦史っていうね構図の時に散々小峠敦史が突っかけてましたけど、いやもうその倍返しのような秋山純激しい打撃、そしてもう脳天突き刺すパイルドライバー、もう小峠選手これで動けなくなってしまいました。うずくまってしまって、でそこで松永選手にもこう任せるっていうね。でそっから小峠敦史選手がもうこの DDT& 春時選手に集中砲火浴びるんですよ。でそれがもうそこまでやるかっていう、いやさっき言うその解放って言ったのは本当にそういう意味で、なんか予定調和っていうね言葉がプロレスにひょっとしたらあるとしたら、いやひょっとしたらこれねえんじゃねえそんなもんって思ってしまう。昔の四天王プロレスもちょっと思いましたけど、悪く言えば怖さ切なさを感じるぐらいまでもうとことんまでやりきるっていうんですね。で、まあ、2本目結局ゴーさんが、まあ、剛腕でね結局取るんですよ、ハルトキ選手から。まあこれでハルトキ対塩崎剛っていうのは1対1、ただ最後の終盤その小峠敦史の耐えに耐えるやり方から最後斉藤さんにつながる、斉藤さんと松永選手になるんですけど、さっきも言ったように松永選手がねこう斉藤選手に対して全く容赦がない。で松永選手はどっちかというとタンク体型でね上背もそんなないんですけど、それでもぶちかまし気味にラリアット行った時に斉藤選手の腰がもうガクッときましたよね。それでも松永選手が攻めてやめない、それに対して斉藤明俊選手も受けてたって、最後スイクルデスでカウント3っていう、いやもう本当に情け容赦のかけらもない60分3本勝負、いやこれはすごいもん見ちゃったと思いました。まあ試合終わってね郷さんが張る時にマイク持ってこさせて、そのマイク奪い取ってですねベルトをかざしてやってやるよと、まあ、その後ハルトキ選手がそのベルトに挑戦させろゴーさんがベルトかけてやってやるって言ってるだろうみたいな場内ちょっと笑いになりましたけど、まあこれで 1対1ね取り合ったハルトキ選手がゴーさんに挑戦となりました。まあひょっとしたら早いのかもしれないですけど、この日のこの心意気、ゴーさんも言ってましたけど心意気こう気持ち受け取ったと言ってました。それが見えた戦いだったと思います。全然ひるまずにね行ったのもとっても良かった。そしてその後に大原選手が出てきて、僕もチームノアに加入しますと、させてくださいなのかな、しますなのかな、ちょっとマイク聞き取りにくかったですけどね。ただ大原選手これ覚悟いりますよこの戦い。いやまあさっき言いました悪く言えば怖いし切ないですよ、これ毎日やってたら体壊れちゃうよねっておそらく見てる多くの人が思った、それぐらいにみんながこう今の自分の持てるもの能力解放ですねやってる気がします。いや大原選手ここに入ってどういう激しさ見せていくんでしょうね。その悪く見れば広木選手が今戦線離脱なのでそこに人数としてね加わったという見方もできますけど、これは覚悟いりますよ。で改めてこうリミットブレイクね、
いや、そこまでやるかリミットブレイクだと思いました。で、ノア本戦でね、まあ今そのブランディングしたり YouTube で発信したり面白おかしいとこも含めて流れ作って、9.30 マスクマンが登場したりとかいろんなこうサイドストーリーと合わせてやっていくっていう、まあそれは今のプロレスの形だろうと思います。まあ新日本とちょっと違うとは思うんですけどね。で、ただこれを横でやられてるとどうだろう、この戦い、このリミットブレイクという興行に沼るファンは絶対いると思います。いや、目離さなかったですもん。で、もうなんていうのかな、情け容赦がないというか、本当にその受けの強さとか日頃の何かが全部試されるような、で、そこにごまかしが、変な言い方すると聞かないからファンは全部見ちゃうわけですよね。まあそういう意味でさっき大原選手、まあ大原選手はすごい基礎技術のしっかりした選手だと思うんですけど、いや、この戦いへようこそだし、まあそれが心意気なのだとしたらそれもすごいいいよねと思いました。郷さんね、笑顔で握手してましたね。斉藤選手の最後のマイクもそう、この期待を裏切らない激しい戦いっていう、いや、まあそうでしょう。まあその時その時に、まあ言葉悪く言うと後先考えずに持てる全てを出していくっていうね、今ちょっと自分がラグビーの練習大会に向けてやってて思うんですけど、まあ先考えてやるんだけども、その日その日目いっぱいやるっていう、いや、なんかちょっと心打たれちゃいましたね。まあ全5試合決してボリュームのある興行じゃないんですけど、いや、お腹いっぱいになりました。で、これが今度本戦とね融合するシーン、そこにはこの沼ったファンはかなりいろんな思いを持って見ると思います。そして本戦のレスラーもこの戦い見た時に、できればそのまんまやるとかじゃなくて当然いいと思うんですよ、別ブランドなんでね。でも何かを感じてほしいなって思ったのは私だけでしょうかね。ファンの中には本戦興行だけ見て、あるいは YouTube とかね面白いとこ見て楽しく見てらっしゃる方もいる、それはそれで全然いいんですけど、いや、もうぜひまだこのリミットブレイク 9.28 横浜ラジアント見てないという方がいたら一回見てみてください。その伏線も含めてね、秋山純選手と小峠とかその辺も含めて見れるとさらに楽しめると思います。いや、それぐらい良かったリミットブレイクだと思いました。さあ、あとは 9.30 後楽園追いかけるとなんとか追いつけるかなと思ってるんですけど、まあこんな感じでやっていくので、また良ければこのリミットブレイク、感想あれば寄せていただければ嬉しく思います。というわけでまたお会いしましょう。バイバイ。